今日は富山公園に来ています。今日は富山公園に来ています。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。さ、アマゾンズの振り付け講座のお時間がやってまいりました。はい、今日はですね、これ見てください。これね、誰だ、高中正義さんの渚モデラート、ね、この楽曲の、ね、振り付けについて、おしゃべりルームに、質問をいただいております、ね、はい、マリアさんです。イントロで肩をクイックイってやるモーションを教えてくださいますでしょうか。よろしくお願いしますということで動画もいただいてるんですよ、ね、そう、以前もいただきましたよね、この方にね。以前 ね、 質問いただいた時に、うん、肩をこうやって回すんですよって確かに私申し上げました。それで、やってみたんだけれどもなんか違うんじゃないかなっていうことでまた再び質問いただいたんですね。で、あの動画、ライブのね動画をね一緒に送ってくださったんですけど、確かにこうちょっと待って、何番ね、こういう感じですね。あれ、これ何番？いや、いいんで、大丈夫です。これでいいんですよ、これでいいんですけど、肩はいいんです、肩はそれでいいんですけども、これね、肩だけだとあんまり様にならない、ちょっとまだ足りないポイントがいくつかありますので、それを今日はね、お伝えしたいと思います。今日はね、これもうまさにあれですよ、高中正義さんのツアーの途中で富山の、公園に来ておりまして、おしゃべりおしゃべりアマゾンズ楽屋ですね、今ね、いや皆さんリハーサル中ですね。そうです、はい、今あの、ね、出番じゃないんで、はい、ちょうど時間があるんで撮影してるんですけど、まあ、なんていうね、このリアルタイムだね。そうですね、ね、なんかそのね、まあ、そこに高中さんいらっしゃるから、うん、なんか魂がこう降りてきますよ、ね、じゃあちょっとここだとね、足腰を見てますけど足が見えないので、ちょっと撮影角度を変えてみたいと思います。はい、鏡の前にやってきました。こうやって撮るのがね、一番ね振り付けを教えるのにね都合がいいんですね。この今、ゆうことくみちゃんの、背中が見えますね、全身が見えます。そして鏡には前から見たところがこうやってこうね、ちゃんと分かりますね。でこれで、今から、ポイントをですねお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあ渚モデラートのですね、肩は回せたけれども何かが足りない、さあ何が足りない、では大滝先生どうぞ。はい、それはですね、ステップですね。まず足のステップ、足のステップがですね、じゃあまず足、やりましょうか。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、左ツースリーフォー、左ツースリーフォー、左ツースリーフォー、右ツー左、右、左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 、はい、じゃあここだとちょっとね、距離があって腰の動きがね、あんまりこう細かく分かりませんから、ちょっとずっと腰にズームイン。いや。はい、でポイントはですね、右足を踏んだ時に右腰も右斜め前に出す。こうですね。そう。こう。うん、細かく。こう。うん。こう。左。ね。こう、こう、そうそうそう、こう、こう、そうそう、ちょっとこうね、こう、ちょっと難しいんだけど、うん、慣れればできる。床に向かって八の字、そう、そう、床に水平八の字を腰で書く、はい、うん、そうですね。よくね、私たちも中村先生にね、言われましたね、うん、こうやって八の字、そう、滑らかに滑らかに八の字を書いていく、そう、ね、そうなんです。それでその右足を踏み込んだ時に右肩も回す、肩も回す、はい、こうですね。だ全部右、すん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 、そう、すんでいいの？わかんないけど、こうです。の中では大谷さんが割と一番肩を動かしてますね。まあ個性、それぞれ個性がありますからね。ですか、それ強くない。こう、まあいいんです。こうですね、うん、そうです、これが基本形です、うん、ね、大丈夫ですか、うん、でマリアさんはあれですね、あのこれが入ってなかったんです。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワン
左アップ右アップ左アップ右左、これが基本形ですね、うん、そうですね、はい、イントロというよりは歌中ですね、ずっとね、歌中っていうかそうですね、歌ってないところが全部そこ、はい、それですね、これがいいのかな、それね、それもちょっとマリアさんにワンポイント、はい、マリアさんね、ね上に上げるときに、うん、手がね、手のひら、手の甲が上に上がってましてね、なるほど、これか、こっちですね、間違いですね、はい、はい、これはこう上げます、うん、はい、で右足ちょっと前ですね、これね、うん、あのこうこうやって立っちゃうと綺麗じゃないので、で右足ちょっと前にして、うん、フィーヨーレーディエイションの時ですね、フィーヨーレーディエイションサッチセンセーションインスピレーション、うん、テイストオフヨーコンフェクショングーからパーに開いてファシネーション、これ最後までね、ワン、ツー、シー、フォー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 、デゲデデチェ、デゲデデ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 デ、そこは踊ってないからです。ダダダダダ左右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 右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 で、タラタタタラ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 、繰り返して肩のあたり、グーからパー、ファシネーション、ゆっくりカウントギリギリまで、チューシーフォー、はい、この繰り返しですね、うん、ギリギリまで手をゆっくり下ろすのがセクシーです、そう、そこのフレーズいっぱいいっぱいを使って、うん、下ろし終わる、広げ終わる、うん、ね、広げる時もね、あの横に広げる時もちょっと早いの、マリアちゃんはだからシュンってやっちゃうので、チューン、そう、これいっぱいいっぱい使うからですね、そう、音いっぱいいっぱい、そうで、あのね、これもね、ワン、ツー、スリー、フォー、これですね、ワン、ツー、スリー、フォーってならないように、うん、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、だからツーの時、ワン、ツーの時にしっかりこう後ろにこう行ってる感じ、うん、こういう風に、これがこうな流れな、流れすぎないように、こういう風に、うん、こうやって流れちゃうと、うん、こうこうなっちゃうから、そうそう、ちょっと止めが大事ですね、スリーワンツースリーフォーワン止め、うん、うん、頑張ってもらいましょうかね、分かったかな、分かったかな、出来上がったらまた送ってみて、そう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 、マリアちゃん以外の人もやってみて、そう、うん、結構ね、全国にあのカマトンズ高中正義コピーをされてるギタリストの横にいるアマゾンズコピー長いよコピーシンガーの方が結構いらっしゃる、いらっしゃるね、だからね、うん、ね、そうだから本当はね、地方に行った時にね、なんかレクチャーとかね、できたらいいんですけど、ね、やっぱり、はい、ほら DVD 買ってもさ、私たちがずっと映ってるわけじゃないからね、そうね、そのうちやりましょう ね、そうね、そのうちね、うん、そう、いろいろこうやってね、また質問が来ましたら、こうやって Amazon 振付講座、うん、また、すぐにお送りしたいと思いますので、リクエストもお待ちしてますよ、はい、じゃあね、じゃあ本番頑張ってきます、富山はゆうことくみちゃんの後ろ姿、ゆうこの後ろ姿、全身入ってますね。で、鏡越しに全面が見えますね。これがね、振り付けとかを
例えばこう動画撮って人にこうだよって教えてあげるときに一番いい撮り方で、まあ、私たちもリハーサルのときいつもこうやってね撮影して保存しとくんです、忘れないように。そう、前回撮っちゃうとね反対語になっちゃうからね。そう、反対語になっちゃって、これだとこのまま例えばお家に自分の鏡姿見があったら、横にこのテレビとかパソコンの横に鏡を置いて、それでこれを見ながら一緒に踊ると一目瞭然、分かりやすいですね、はい、ということでございまして、ちょっとした撮影アドバイスでございます。ここに八の字、ね、そう、あの地上に、水平に八の字を、書いてるっていう感じです、うん、腰でね、こういう八の字、そう、こういう八の字ね、そうこれを意識して、あらあらはい、おしゃべり出番です。続きは後で。どうですか？